広島カープのねミーティングはまず古田からだけ。お前らヤクルトに勝とう思ったら古田やろうって。古田を潰したら勝てるんだから。でどこ投げても打たれますよって言ったやつごったけ。どこ投げても打たれるんやったらお前やるしかないだろうわ。広島やな。どうするんだなとか言うなんか、いやあの仁義なく戦いでもう古田も覚悟してたもん。いやそれは本人覚悟してないかもしれない。本人いるから。いや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 。いや古田は覚悟してたと思うよ。ツーアウトランナーなしとか覚悟しとったと思うよ。まあまあ結構多かったですよね。広島と中日はやっぱり。